青森県立弘崎第二養語学校は、青森県弘崎市中別所あざ河野にある、公立特別支援学校。死体不自由者を教育対象とする。青森県立弘崎養語学校により、1973年4月1日に、近隣の青森県立沢原美園内に開設された、沢原美文教室が本校のルーツである。 1981年4月1日に文校に昇格した後、1982年4月1日に学校への昇格、独立を果たした。学部は、小学部と中学部と高等部がある。高等部は1996年4月1日に設けられた。学校の近隣には、青森県立沢び療育福祉センター、青森県立広崎第一養護学校、 弘前市弥生村、弘前市弥生学園がある。小学部は、かつて本校の近隣にあった弘前市立弥生小学校と交流活動をしていた。弥生小学校が、弘前市立船沢小学校と統合してからは、変わって、船沢小学校との交流、共同学習を行っている。中学部は、弘前市立船沢中学校との交流、共同学習を行っている。 また中学部と高等部は、近隣の沢並療育福祉センターや広崎市大和、百座にある山号館との交流活動を行っている。ありがとうございます。